それでは皆様お待たせしておりますジャパンラテアートチャンピオンシップ2019決勝大会えいよいよ結果発表そして表彰式へと移らせていただきますどうぞ皆様イベントステージエリアこちら椅子におかけになってご覧くださいまもなく表彰式結果発表へと移らせていただきますえどうぞ皆様お集まりくださいますようよろしくお願い申し上げます それでは皆様大変長らくお待たせいたしましたジャパンラテアートチャンピオンシップ2019結果発表と表彰式を行ってまいりますまずは本競技会にご協賛いただきましたスポンサー様よりご挨拶を頂戴したいと存じます初めにシロップスポンサーの日仏貿易株式会社 ブランドディベロップメントコーヒーイノベーションマネージャー EIMA のアティラ・モルナー様からご挨拶を頂戴したいと存じますどうぞよろしくお願いいたします <Hello everybody. S 3> こんにちは皆さん I'm really glad to be here b e h a l f of Monin and our partner MBKK in Japan 本日私はモナンそしてモナンのインポーター様であります日仏貿易様を代表してこの舞台に立ち皆様にコメントさせていただくこと非常に光栄な機会だと思っております。First of all, I w ー u ー、d like to congratulate to all of the competitors of this super h i g h フ n d presentation. What I saw. まず、すべての競技者の皆様にあの素晴らしい大会でしたというふうに賛辞を述べたいと思います。 あの非常にハイレベルな戦いでしてもちろん日本はコーヒーのマーケットで非常にあの優れているマーケットとして世界でも知られていますのであの驚くということではないんですけれどもまあそのハイレベルな戦いに非常に感激しました。

モナンもです、ね、あの若い世代のバリスタの方々をサポートするというような機会を設けております。そしてあの今年、モナンもあの独自のコーヒーの大会、今回のこの大会のように皆様の,その競技者の方々に競っていただくようなコーヒーの大会を企画しております。そう、so, thank you very much once again。ありがとうございます。皆様どうもありがとうございました。ありがとうございました。あきラ・モルナー様からご挨拶を頂戴いたしました。なお、日仏貿易株式会社様からは副賞といたしまして。1位から6位の皆様に、モナンシロップ、モナンソースなどが送られます。ありがとうございました。それでは続きまして、浄水器スポンサーのエバーピアジャパン株式会社営業部部長。 前川隆介様からご挨拶を頂戴したいと存じます前川様よろしくお願いいたします皆さんこんにちは上、えー、水器、上南水器のスポンサーをさせていただいておりますエバーピアジャパン前川と申しますまず初めにあのー、競技者の皆様大変お疲れ様でした、えー、重複してしまいますが あの先ほどもおっしゃられていたように世界的に見てもやっぱりあのバリスタの方々の腕というのはえ年々上がってきており特にあの日本の選手まあアジア含めてだと思うんですけれども非常に高くそして強くなってきているなということはえ我々の諸外国の社員からもよく耳にしております。 それとあのやっぱりこれも重複してしまいますけれども、えー、委員会の皆様そしてボランティアの皆様このような会話の開催していただいていることに関して、えー、感謝申し上げますそしてあのスポンサーの皆様もありがとうございます、えー、今回あの弊社としましてはあのあちら側の1ホールでブースは出しているんですがやっぱり トップバリスタの方からよく言われているように日本の水質非常にいいというふうに言われてはいるんですけれどもやっぱりグローバルで戦っていくためにはグローバルに適した上南水域を日本に持ってきてほしいというような声が上がりましてあのちょっと宣伝させていただきますとこういった形の上の南水域をヨーロッパの方から 弊社のブランドとしててて持ってきておりますで一番の強みというのがあのコーヒーの味を安定させるそれと中にダイヤルがついていて高度の調節ができるというのが非常にあのこの製品の強みになっております。で今年からこの製品を販売していくということで、えー、1ホールのこの道ずっとまっすぐ行ったところの右側に、まあ、小さいブースですけれども。 分数のほの方を設けておりますので、興味のある方、ぜひ4日間出店しておりますので、ご覧になっていただければと思います。で、最後に、本当にこのような機会を設けていただきまして、ありがとうございました、そしてこれからもわれわれも一生懸命サポートしていきますので、ぜひ皆さんも応援していっていただければと思いますので、よろしくお願いいたしままますああありりりがががとととうううごごござざざいいいししたた川様ます。 なおエバーピアジャパン株式会社様からは副賞として1位から3位の方に高度調整型城南水器クラリスが贈られますありがとうございましたそれでは続いてグラインダースポンサーの有限会社 FBC インターナショナル代表取締役社長上野昇様からご挨拶を頂戴しますお願いいたします選手の皆様そして大会主催運営してくださいました 日本スペシャルティーコーヒー協会そしてバレスタ委員会の委員の皆様そしてボランティアの皆様司会の MC の皆様本当にお疲れ様でしたありがとうございます、えー、本年もですね無事にあのロケットマシンエスプレッソマシンとともにですねグラインダー無事に大会を終了することができまして非常に喜んで安心しております そして WLAC ですねこれは WBC と,とともに指定グラインダーマシンが指定あの認定されたマシンしか使えないんですね。で今日ここでまたチャンピオン新しく生まれると思いますが世界大会に至るまで弊社といたしましたグラインダーをですね無償対応させていただきまして世界大会まで応援させていただきたいと思っております。 えー、世界でもぜひ良い成績を収めていただけたらと思います本当に皆様お疲れ様でしたぜひ頑張ってくださいお願いします上野様ありがとうございました、えー、なお FBC インターナショナル様からは副賞として1位から3位の方にライノエアラテアートピッチャーが贈られますありがとうございます また本日はエスプレッソマシンスポンサーの株式会社第一電化社様そしてブルーマチックジャパン株式会社様両社を代表しサンレモコーヒーマシンズのカルロ様にもこちらの会場にお越しいただいております、えー、ご紹介をさせていただきますカルロ様どうもありがとうございます拍手をお送りくださいお忙しい中ありがとうございますスポンサーの皆様方誠にありがとうございました それでは続きまして本競技会のジャッジの皆様改めてご紹介をさせていただきますどうぞ皆様お入りになってください本日はヘッドジャッジの上数ビジュアルジャッジ三上亮東弘和そしてテクニカルジャッジ土井勝朗以上4名に務めていただきましたそれでは総評といたしましてヘッドジャッジの上数ヘッドジャッジから公表をお願いしたいと思います もう皆さん、こちらにまたお越しできたことを本当にそうですねあ,りがたありがたく思っています。そして、この大会はあの世界の,そうですねあのオリンピックラテアートチャンピオンシップみたいな、本当にオリンピックのようなチャンピオンシップだと思っています。 Lucky enough because been the 私はあの世界レベルで日本がチャンピオンだった時の審査も行いました。So, だから本当にラッキーだと思っています。So、good luck for the だから今日のファイナリスト皆さんに本当にもうグッドラック幸運ごとお伝えしたく、誰か一人ベルリンでお会いできることを楽しみにしております。Thank you so、much. ありがとうございます。 ありがとうございました以上4名のジャッジの皆様に本日は審査をお願いいたしましたどうぞ拍手をお送りください皆様お疲れ様までしたありがとうございましたそれではお待たせいたしましたジャパンラテアートチャンピオンシップ2019の結果発表並びに表彰式に移ってまいります まずは競技を終えましたバリスタの皆さんに再びこちらにご登場いただきましょうどうぞ大きな拍手でお迎えください <laughs> 1> 第1競技者、坂本バリスタ第2競技者、荏原バリスタ第3競技者、林バリスタ第4競技者、伊藤バリスタ第5競技者、江藤バリスタそして第6競技者、金藤バリスタ 素晴らしいパフォーマンスを見せてくれたファイナリストに今一度大きな拍手をお送りくださいお疲れ様でしたさあ <laughs> それでは発表に移らせていただきますはじめに第6位から第4位までを私の方から発表させていただきますジャパンラテアートチャンピオンシップ2019 第六位はエバラミドリバリスタです。お疲れ様でした。続いて第五位坂本彩香バリスタです。続いて第四位は金藤智也バリスタです。 お疲れ様でしたそれではここからはバリスタ委員会富川委員長より発表をさせていただきます委員長よろしくお願いいたしますまたお名前呼ばれまして方はどうぞ一歩前にお進みになってくださいお願いいたしますそれでは発表したいと思います第3位は 江藤正吾バリスタです続きまして第2位を発表したいと思います第2位は林真嗣バリスタです <laughs> そして優勝は伊藤博貴バリスタです それでは表彰に移らせていただきますそれではまずは第3位の江藤バリスタどうぞ一歩前にお進みになってくださいプレゼンターは一般社団法人日本スペシャルティーコーヒー協会専務理事上島隆雄が務めさせていただきますよろししくお願いいたします えー、ジャパンラテアートチャンピオンシップ、えー、2019第3位株式会社小川コーヒークリエイツ、えー、江藤翔吾殿あなたはジャパンラテアートチャンピオンシップ2019において当初のとおり優秀な成績を収めましたよってこの栄誉をたたえこれを表します平成31年2月19日一般社団法人日本スペシャルティーコーヒー協会、えー、会長丸山健太郎 おめでとうございます。続いてトロフィーの授与でございます。おめでとうございました。それでは続きまして第二に輝いた林間リスタどうぞ前にお進みください。 えー、読まませていきます準優勝株式会社マーブル、林真司殿、えー、あなたはジャパンラテアートチャンピオンシップ2019において、当初のとおり優秀な成績を収めました、よってこの栄誉をたたえ、これを表します、平成31年2月19日、一般社団法人、日本スペシャルティーコーヒー協会会長、丸山健太郎。どううもおめででとうございいますす続いてトロフィーの贈呈 おめでとうございますさあ、それでは優勝に輝きました伊藤バリスタ、どうぞ前にお進みください。ちょっっとこれはゆっくりにま優勝、サルタヒココーヒー株式会社、伊藤博樹殿、あなたはジャパンラテアートチャンピオンシップ2019において、当初の通り優秀な成績を収めました。よってその、AA、を称え これを表します平成31年2月19日一般社団法人日本スペシャルティーコーヒー協会会長丸山健太郎おめでとうございますおめでとうございますそして金のトロフィーの贈呈ですそして優勝の伊藤バリスタには賞金が贈られます おめでとうございます。おめでとうございます。吉島専務理事ありがとうございます。はいえー、それではここでですね見事優勝に輝きました伊藤バリスタに坂本さんからちょっとお話聞いていただいて、はい、よろしいでしょうか。じゃあ伊藤バリスタもう一度前へどうぞ。はい、えー。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今の心境一言お願いします。いや全然もう。 自分が優勝するとは思ってなかったので本当にびっくりしてます、えー、今の気持ちをどなたに伝えたいですかもうずっとこの大会出るにあたって支えてくださったうちの会社のメンバー全員に伝えたいいと思います、えー、名前がコールされた瞬間もう客席の,あのサポーターの皆さんも泣いて喜んでおられました <laughs> 本当に多くの方に、ね、支えられてきっと来たんでしょうね。本当に、はい あのベルリンの世界大会に日本代表として出場します、今の意気込みをお願いします、はい、そうですね今日の競技も含めてだと思うのですが、まあ、今の自分の技術では、ま,あ、まだまだあの戦えないなと思うので、まあ、次のベルリンの大会で勝てるように、ちゃんと準備をして、世界の大会でも勝てるように、やっってていいいきたいなと思っています、えー、目標を聞かせてください目標はい。 もちろんやるからにはもう優勝を目指して、はい、ぜひい、はい、優勝して戻ってきてくださいはいありがとうございます、はいえー、伊藤原さんありがとうございましたありがとうございます頑張ってくださいおめでとうございましたさあそれでは ジャパンラテアートチャンピオンシップ2019決勝大会もそろそろお別れの時間となってまいりましたそれではここで一般社団法人日本スペシャルティーコーヒー協会専務理事上島隆尾より閉会のご挨拶を申し上げますよろしくお願い申し上げます皆様今日はあの一日長い間協議会を見ていただきましてどうもありがとうございました おかげさまであの無事、えー、終了することができましてチャンピオンも生まれました、えー、およびあのスポンサーの皆様にも、えー、心よりご挨拶あ拶、えー、感謝の意を述べさせていただきたいと思いますそれと今日あの運営していただいた委員会の方、えー、ボランティアの方ジャッジの方それからあ運営の方どうもありがとうございましたおかげさまで無事終わりましたで、えー、ではあの私ども、えー、これで ベルリンの方に行って、チャンピオンともども戦ってまいりまして、世界一位になりたいと思っておりますので、今後ともまた応援のほど、よろしくお願い申し上げますありがとうございました。